僕は田舎で企業をテーマにしているので、高知も盛り上がって、マクサスも盛り上がって、僕のマーケティング的になんかそんな感じじゃないよってやってるからなのか分かるんですけど、オーナーのレベルが単純に高い。株式会社マクサスでは、一緒に稼いでいくフランチャイズオーナーを募集しております。新規事業を探しているけど、なかなか見つからない、失敗しないフランチャイズを探したい、そんな方は、ぜひとも概要欄をご確認ください。いらっしゃいませ、ひもです。本日なんですけども、以前の動画で、高知店の開業プロジェクトというのが、お話としてあって、動画を概要欄に貼っとくんですけども、古川さんが、今回栗沢さんに、高知店を、まあ、オーナーチェンジでね、スタートするということで、アジャータプロジェクトなんですけど、そこをね、今実況中継ということで、今日研修3日目なんですけども、今どんな感じかとか、そんなのをちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、まず改めてです、前の動画見てない人もいるんで、簡単に自己紹介を先にしてもらってもいいですか。いらっしゃいませ。国沢です。高知県で田舎で企業をテーマにですね、いろいろ活動させていただいてます。はい。今現状あれですよね。イノシープロ高知店とバーを2店舗やってて。あ、そうです。バーというか、まあ、飲食店にはなるんですけど、はい、飲食を主にやってて、はい、飲食が得意だったんですけど、はい、とあるきっかけでドライヘッドスパ専門店、癒し、はい、高知店やらせていただいて、去年ぐらいなんですね。そうですね、はい、今2年目になります。今回また新しい業態ということで、何も知らない状態で今回の話をいただいて、はい、買い取りマクサスのですね、高知店をやらせていただくことになりました。今回投資して、参画してくださる古川さんです。古川です。よろしくお願いします。はい、国沢さんはイヤシープのオーナー仲間ということなんですけども、はい、関さんの方から高知店の承継プロジェクトというような話があって、信頼できる方2人のフランチャイズなので一部投資させていただこうかなということで、今日ほぼほぼ決まったところです。今回に関しては本当に古川さんが参画していただいたことで、クリスマさんがね、あの初期費用がそこまで持ち合わせなかったということで、今回ね、うちとしての新しい取り組みで、オーナーがその出資者元にこう始めるみたいなのは、今までだと一件もなかった。一応契約名義自体今回クリスマさんになるので、その出資パターンみたいなものは初なんですけど、古川さんに出資してもらって、フランチャイズ投資家ですから、僕らは絶対に失敗させられないっていう。いや、僕も失敗しづらいですよ。お願いします。僕次第っていうことで、はい、もしかしたらこの3人がどんどんこう猫背になっていくのか、鳩胸になっていくのかっていうのが僕次第になっていくと思うんで、はい、責任はすごい感じるんですけど、買い取りマクサス高知店をまあ盛り上げていって、僕が田舎で企業をテーマにしているので、高知も盛り上がって、マクサスも盛り上がって、古川さんの飲み代も稼げて、全員が幸せになるようにきっかけをいただいたっていうことはすごい感謝してるので、頑張っていきたいと思います。そうですね、僕たちもこれ動画出している以上は、やっぱなかなか失敗させられないみたいなところがあるんで。いや、それは聞いてなかったので、僕は。こんなに外に顔を出すと思ってなかった。急遽ジャケットを着させていただきました。ちなみに古川さんは今回のような出資だけするみたいなパターンあるんですけど、すごくこう、はい、流行ってる飲食のフランチャイズに一部出資しますよということで、はい、物件を探した経緯はあるんですけども、はい、物件決まらずという形なんですけども、はい、こういった形での一部出資っていうのはあるかなというふうに思ってます。初めてですか。そうですね、初めて。フランチャイズ、投資家のフランチャイズ第1号ということで、ウィキペディア載っちゃうな。改めてなんですけど、投資を決断していただいたこう背景みたいなのをお伺いして聞いてもいいですか。フランチャイズチャンネルというところが、はい、で、はい、関さんが買取マクサスで出て、加盟説明会があって、はいはい、それ僕行ったんですよ、はい、ゼロ時募集の時です、ね、ゼロ時募集だった時に行ったんですよ、はい、令和のドラフランチャイズチャンネルでした。 FC 版タイガーファン、 FC 版タイガーファンネル、その時に話聞いてて、なんかこれは面白そうだと思って行ったという経緯があって、はい、たまたまイヤシープに関さんが加盟してたってこともあったり、はい、ずっと興味は持ってたんですよ、ね、はい、ただどうしてもやっぱりこう自分がフルに体を入れることがコツだろうなというのもあったので、はい、なかなか踏み切れなかったんですけども、はい、今回仲間がやるってことになってくると、うんうん、しかもそこに出資できるんだっていうところは、はい、まあ、もうせっかくだからお役に立てればなと思ったっていうところで、人の関係っていうのが一番ですよ、はい、逆にそういうのがあればお金がなくてもこういう形でできるっていうところは、まあ、僕らとしても新しいこう取り組みなので、今後ねこのパターンでうまくいけば広めていきたいなと思ってます。現状、今が研修うちは1週間、実務の研修という、東京の直営店に来てもらって、お客とのコミュニケーションを取ったり、アポ取ったり、出張会で行ったりとか、実際直営のお客さんに対してやって研修をするんですけど、今、1週間の研修の3日目というか、中目。折り返し。折り返し中ですね。3日間研修して、現状の感想とかもせっかくだったら、どんな感じかみたいなのを教えてもらいたいな。率直に言うと、思ってたよりもしっかりしてるなっていうのが第一印象でした。研修内容がすごくこう細かくて、すごい現実的で、予習の段階では分からんところも多かったんですけど、実際来てみて、一人に対して一人以上の方の
に教えていた担当の方がついてくれてるので、はいはい、全てこう質問したらちゃんと返ってくるしっていうので、うんうん、研修体制はすごくしっかりしてて分かりやすいっていうのは一つ。ただでもあくまでフランチャイズなので、うん、今は生徒と先生っていう立場なんですけども、うん、オーナーっていう責任感を持ってないといけないので、うん、あくまで10のうちの2割僕の中でですけど2割本部の方のサポート8割ほぼ方自分の店として責任を持ってやらなきゃいけないという認識は他のフランチャイズで勉強させてもらったのでこれからこう加盟されてる検討してくれてる方に対してもそうなんですけど、はい、しっかりこう自分がオーナーっていうところを切り替えた上で研修に臨んだ方がいいかなっていう、はい、アクセスが聞いたら結構脱サラでデビューする方が多いっていうふうに伺ったので、はい、まずオーナーっていうところに切り替えるっていう作業が大変って聞いたので、はいそこはしっかりとマインドを持って加盟面談ですかね、はいうん、っていうのに臨んだ方がいいかなと思います、うん、僕はすごく研修自体はやりがいを感じて希望が見えてきたっていう次第です。なるほど、はい、研修でやりがいを感じてるってのはどんなところですか。経験者では全くなかったので、はい、回答に関してはもう聞くこと全てが血となり肉となりっていう感じなので、はい、ここからは実も積んでって、はい、自分のスキルアップできそうだなっていうビジョンが浮かぶような研修内容でした。古川さんは数多くのフランチャイズを立ち上げて、はいはいとかしてる実績の中でなんか研修に対して何か聞きたいことって何かあったりしますか。1週間でできるのかなっていうのはやっぱりちょっとあるんですよね。出張買い取りなのでよくある普通の買い取りみたいにとりあえず貴金属とかそういうものじゃなくて本当に幅広いものの中から目利きをしなければいけないので1週間でできるかなっていうところがあるんですけど、まあ、国沢さんに聞いてみたら内容が充実してるっていうのでその辺の1週間でやるコツなんていうのはあるのかなっていうか、もしくはその実際やってみて経験値住みながらということになるのはどうなのかなってやったら知りたいですね、うん、あそれはどうですか。福井さんからのじゃあまず回答。そうですね、はい、一応目利きの仕方は教わります。ただやっぱりこう住人投与とか物によっても全然違うので、うん、分からないところも正直これから先に出てくると思うんです、うん、ここのすごいところっていうのはやっぱり分からんところを本部の方に聞けるメッセージなりなんなり電話なりでやっぱ聞けるので間違いない査定が最終的にはできるっていう落としどころにはなると思います、うん、適当な査定をしてこれから回っていくっていう形にはならないっていうのは約束できるかなと、うんはい、よくねある他の買取のフランチャイズみたいに、うん、分からんかったらとりあえず社名してこいと、はい、社名したらその本部のその査定単価とかすぐ値段出してやるからよっていうそういう感じなんですか。ちょっと全然違うんです。そういう選択肢もあります。ただあくまで自分で目利きをしてっていうのは大前提としてなるので、うん、プロの鑑定人としてやるっていうことはスタートとしてはそうですね、うん、なるほど、はい、補足で僕の方から解説すると大前提1週間だとまず無理ですという僕も思ってるんですよ、うん、逆に言うとうちってこう複雑性が高いからもう無理なの前提で、じゃあどうやったら調べればいいとか、じゃあ分からなかったらどうすればいいのかっていう分からない前提での対処法だったりとか、分からないことをまず分かるようになるのが成長だよねっていうマインドセットだったりとか、まあ、そういうこうどっちかと本質的な部分とか対処の仕方みたいなものは研修でやらせていただく。分からない前提でまずはスタートするっていうところがまずあるかなっていうのと、まあ、逆に言うと分からない前提でめっちゃスタートするんで徐々に分かってくる。要するにこれ何かっていうと目下めっちゃあるよねっていう話で、うん、やってればやっていく行動スキルセットめっちゃついてくるんで、うん、基本的にうちの業界ってスキルでの資産性っていうところ、毎年売り上げっていうのが比較伸びていくっていう業態なんで。なるほど。関さんからさっき、はい、いろんな店の数字見せていただいたんですけども、はい、想像してたより良かったです。ありがとうございます。僕のマーケティング的になんかそんな感じじゃないよってやってるからなんか分かるんです。オーナーのレベルが単純に高いんです。そこはありがたいことにマジに恵まれてるところなので。加盟面談の合格率ってどれぐらいなんですか、うん、マクサスは。と合格率っていうとあれなんですけど、大体 50% ぐらいです。合格率っていう言い方あんましたくないですけど、うちの場合加盟面談何やってるかっていうと、その人の、情報を聞いた上で期待値っていうのを大体分かる、うん、あなたの期待値はこうですよっていうのを適切にフィードバックするので、基本はこう僕らのような何ていうかちっちゃくて実績もないようなとこに加盟面談をしたりとか、うん、言っていただいてること自体は大変こうありがたいことではあるので、うんうん、うちからあなたは合格ですよとか不合格ですよって言いたくないんですよ。なるほど。ただ僕らの超える責任とかあなたの期待値はこうですよっていうところの中で、じゃあ最終的にはご判断お願いします。なるほど。ところは結構やったりしてる。それでやめる方っていうのが大体 50% なんです。なるほど、なるほど。今回でもまたそういう形とは違うので、どっちかというと承継というか事業承継なので、はいはい、俺期待値聞いてないんですけど、はい、期待値聞いてもいいですか今。期待値を出してるで、はい、であればそれを聞いてないデニスのオンラインなんで、はい、あ
期待値はでも聞きたいです。あ、せっかくなんで。あ、そう、期待値。そうですね。大前提、手取り30、40、50ぐらいまでは1年で、あ、僕は結構余裕でいくと思ってます。100万、まあ、うちの場合200万とか稼いだ方がいいです。そこまでいけるかはマジでちょっとわかんないですね、うんうん。どっちかっていう期待値っていうと、下の代でどこまで責任持てそうかな、みたいな話で、うん、今回、まあ、ちょっとプラスとか、まあ、20万、30万ぐらい1年かけてぐらいだったら、さすがにこう、投資案件としては成り立たないので、ちゃんと、その古川さんへの投資のリターンを出せるという前提を踏まえての部分で、これはいけるなっていう。勝率は 50% 以上は全然余裕があるというか、はい。ちゃんとこう、7、80% ぐらいは古川さんがちゃんとやってくれれば、まあ、余裕でいくかなとは思ってるんで、イメージは1年で平均50は超えると、ところもガチで予想していいですか？ガチの予想じゃなかった。営業利益で1年ぐらいかけて、7、80前後が僕のガチ予想です。1年後に7、80予想。の平均値を取れてる。毎年だんだん伸びてくるんですけど、どうしても最初半年からとかはこう伸びてくるんで、そこぐらいの水準にいけるかなっていうところは、結構固めに。わかりました。でも言っちゃったんで、それはね、子さんと動画で言っちゃったんで。はい。はい、コーチでやっぱ手取り100目指してほしいです。え、それって報告されてたんですか？この人手取り100やって古澤さんがあんまりこの結構出てこなくなったらあれってことだし、古澤さんがなんか月に1回ぐらいこう登場するようになったら結構こうイケイケになってる、多分そういう感じでしょうね。言いたくないです。逆にね、競合増えそうですもんね。難しいところですね。そうですね。これからでは動画を重ねていくように、僕は直接行くので、俺が黒くなっていくかどうかで判断する。焦げてったら仕事が多いから。なるほど、はい、最終的にはもうチョコみたいになったら、あ、こいつ儲けてるの。儲ける。はいはい。うちのオーナー結構います。数字は競合増やしたくないから、うん、出さないでくれってオーナーはやっています。なるほどね。まあまあそうだよね。黒くなっていくかどうか。国沢さんの場合はやっぱさっきもちょっと言ってて、オーナーシップみたいなことがあったと思うんですけど、あれが一歩リードしてますよね。確かになと思ったのは、サラリーマンから脱サラする、そもそもマインドチェンジができない、うんうん。自分で稼いだ金で自分でご飯食べるんだみたいな、うん、そういうのがない。そこはなんか、前田さんの元で鍛えられるから。いや、本当に。ね、俺もうケツ腫れ上がってますよ。叩かれすぎて。これでね、なかなかうまくいかなかった。まあ僕もやばいですし、はい、国沢さんも結構やばい。失敗した前田さんに怒られるような気がする。絶対怒られる。なぜか。絶対怒られる。僕も 100% 切れられる。頑張りましょう。はい、僕ら同い年なんですよ。あ、そうだよ。そうだ、同い年。そうか、そうか。だからもう、2人でちょっと頑張れる、頑張れる。よろしくお願いします。そんなとこっすかね、今は。じゃあ、今後ね、登場国会というか、月1ぐらいは、先月の結果どうでしたみたいなものは、この3人でやりながら、ちゃんと古川さんにターンを出していくってことをやっていきたいなと思いますので、そのミーティングの光景だったりとか、動画撮らせていただいて。ぜひぜひ、はい、はい、そんな感じでちょっと開業に向けて頑張っていきましょう。よろしくお願いします。じゃあその感じで動画も以上で終わりたいと思います。ご期待ください。ありがとうございました。バイバーイ。これはね、コーチで起業をテーマに YouTube チャンネルやった方がいいんじゃないかっていうのが多数寄せられまして、俺のチャンネルを見てくれたら一歩目踏み出すのが一番大変。なるほどな。起業っていうのは皆さんでやってコーチ店を盛り上げていって、はい、企業が増えていけば企業が増えて、コーチで一気に底上げるっていうところで、はい、四国一の県になりたいな、なるほど、はい、ところをテーマに、俺でもできるんであなたでもできますっていうところで、うん。